ピッツバーグ公共楽団は、ペンシルベニア州ピッツバーグを拠点とする、アメリカ合衆国の主要なオーケストラの一つ。長らく、オークランド地区のシリアモスクと呼ばれたビルを本拠地としていたが、1971年9月からは、ダウンタウンのローズペンシアターを、ハインツ社の H.J. ハインツ2世の資金によって、改修後、ハインツホールと解消されたところを本拠地としている。 1895年にピッツバーグ芸術協会によって設立され、翌年に最初の演奏会を行った。初代の主席指揮者はフレデリック・アーチャーであり、合奏力の強化のために彼によってボストン公共楽団から多くの人材が引き抜かれた。アーチャーが1898年に離任すると公認指揮者はビクター・ハーバートが務めたが、1904年に エイミール・パンはと交代した。この時期から国外の著名な客演識者を招くようになり、エドワード・エルガーやリヒャルト・シュトラウスもその名を連ねている。しかし、1910年に財政難を理由に解散された。1926年、ピッツバーグ公共楽団は再結成された。それに際して、楽団員は無報酬で事前のリハーサルを行い、 翌年の定期演奏会を行うことができるように、資金を拠出し合った。1937年には短い間ではあったが、客演指揮者として、オットー・クレンペラーが参加し、楽団の再建に尽くした。ピッツバーグ公共楽団を国際的水準のオーケストラに引き上げたのは、1938年から1948年まで音楽監督を務めたフリッツ・ライナーである。 オーケストラビルダーとしても知られるライナーは、厳しい指導によって、楽団を磨き上げるとともに、大量の録音を行って、ピッツバーグ公共楽団の名声を世界的なものとした。それからの存在感たるや不動であり、ウィリアム・スタインバーグ、アンドレ・プレビン、ロリン・マゼール、マリス・ヤンソンスが音楽監督を務めてきた。現在は、マンフレイとホーネックが音楽監督。 レナード・スラット・キンが主席客演指揮者マレク・ヤノフスキがオット・ー・クレン・ペラー・ゲスト・コンダクター・チェアを務めている。2004年にアメリカ合衆国のオーケストラとしては初めてローマ教皇に午前演奏を行った。おそらくヨハネ・パウロ2世が最後に耳にした国際的水準のオーケストラだったかもしれない。マーラーの公共曲第2番。 復活を中心とするプログラムで、ヨハネ・パウロ2世は個人的にアンコールを所望したという、ありがとうございます。